沢鉄のガガヘッドバーガガヘッドバーガガヘッドバーガリス、イエーイ。なんすか今の、今なんだ最後の。え、真似しました。真似してくれた。はい、ありがとう。リス、なんかリスって言っちゃったよね、はい、いつもだもっとブギャーンって伸ばすんだけど、ついついリスって言っちゃった。まあそれは後々のヒントということで、はい、はい、今日もですね、現役大学生でサッカー好きの加藤沢子と、はい、川越でイタリアンカフェブライトンカフェのやってるエビテツです。よろしくお願いします。いや、まあさて、リスはどうしてやったんですか。いや、もうリスってさ、もう埼玉でリスって言ったら一つしかないし、はい、もう今日ほらね、動画見てる方は YouTube の方は分かります。そうです、埼玉でリス、オレンジ、お、ズバリズバリ大宮アルティージュ。おー、早速てつさん、ゲスト紹介しちゃってください。はい、本日はですね、大宮アルティージャベントスの久保真理子選手に来てもらいました。どうも、こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。かわいいね、やっぱさ違うよね、いつもさ、でっかいおっさんとかさそういう人たちがさ、ゲストに来てさ、こんばんはとか言うよりもさ、今の聞いた？花があります。花があるね、うん、ね、もうね、もうマリコちゃんとね、はい、ちょっと呼ばせてもらってるんですけども、はい、ぜひお願いします。はい、まあ、年末の方結構前になっちゃうんですけども、うんうん、一緒にブライトンカフェで、まあ、いろいろサッカー好きな人たちと集まってお食事した経緯もあって、はい、そうなんですよ。で今回こういうふうにお誘いして、まあ、来てくれたんですよ。ありがとうございます、ね、これラジオ初めて。初めてで、うえうえとか言ってちょっと古いのノリが、ちょっと古い。そうだよね、でも嬉しいからさ、だから今日はね、エビテスさんはね、まあちょっとね、申し訳ないのが女子のユニフォームじゃないの。あ、もう持ってきます。持ってくる。はい、いや、もちろんです、持ってきます。後ろにね、X ガールって入ってる、はい、女子は。あ、そうなんです。可愛いんだよね。来ました。そう、もうね、だからそう、やっぱりアピールしたくて。嬉しいですね。23じゃないけどね。あ、じゃあ23持ってきますね、うん、来てください。背番号付きを。そう、もう23って言ったらもうマイケル・ジョーダンか、もう久保真理子ですよ。ね、恐れ多いです。自宅で、うん、どっちかですよ。いや、そんな形で今日来てもらいました。ありがとうございます。とんでもないです、ありがとうございます。もうね、真理子ちゃんはね、もう経歴から、はい、まあ、ざっくりですけども、出身は大宮です。はい、地元大宮よね。素晴らしいよね、はい、で、じゃあ小学校は、小学校、中学校、その辺あたりは。小学校の5年生ぐらいまで、うん、本当地元 の、 大宮の方だったか分かるんですけど、大宮早起きサッカースポーツ少年団でやらせていただいて、あともう一つ女子チームも、うん、東大宮エンジェルスってところで、うん、5年生ぐらいまで、まあ、1年生ぐらいから始めて5年生ぐらいまでやってて、うん、でその後東京のバディフットボールスポーツクラブ、マリオバディ、バディ、あ、バディね、あ、バディです。強豪のバディじゃないですか。はい、移籍というか行ったんですよ。あ、そうなの、はい、すごい。そこでちょっと女子サッカーの方に、うん、まあ、ちょっと力を入れようと思って、うん、バディに行って、中学校高校がレッツの下部組織の、うん、はい、でリスユースでやらせてもらってました。そうなんだ、もうじゃあもう地元級の地元ね。そうですね、まさか大宮早起きが出ると思わなかったご存知ですか。いや、もう、対戦して、あ、で本当に朝早い時間だったの。対戦したのはね、大宮早起さんと自分がいた狭山ゼリアってチームなんだけど、はい、朝早いくて、それで本当なんかマッチしすぎて若干ちょっと笑っちゃった時あったの。いや、もうでももともと、もう大宮早起の由来もなんか代表の方が朝早く、うん、お孫さんかお子さんとサッカーしてたからなんですよ、うん、へえ、まんまなんですよね。素晴らしい、はい、素晴らしいよ、ほら合ってんだよ、だから俺合ってるんです。早起きさん、うん、早起きっていう。そうそうそう、それからだね、はい、いや、レッツにもいたんだ。レッツにいました、6年間6年 間, 6年間ジュニアユースからユース、ユースまで。わー、でもすごい、埼玉市だね。そうですね、埼玉市に、埼玉市でずっと、はい、サッカーやらせてもらってました。あ、じゃあもうユース終わってからは、は、大学、東洋大学に進学してサッカー部で4年間やってました。そうか、
東洋大とアルティーザもつながってるもんね。あ、そうですね、男子の方がなんか提携してるよね。そうなんだ、はい、東洋サッカー入れて、サッカー力入れてるイメージはすごくありますね。あるあるある。女子は私5期生なんですよ実は、うん、できて大学の。そうです、できて結構浅くて、うん、なんでまあそのベントスとかその女子の方はまだ全然提携とかではないんですけど、うん、男子の方がそうやらせてて。あ、そうなんだ、はい、女子はじゃあまだちょっと。そうです、また別なんですけど、ま、はい、へえ。じゃあ東洋大行ってそれからお誘いがかかったんだ。はい、あのちょうど私が卒業した年、今年、うん、去年卒業したので、うん、その年にあの大宮アルディジャベントスができるってことで、うんうんうん、で、まあ、練習来てみないみたいな話から、うん、あの加入させていただく流れになりました。おーハルテ B リーガーだね。そうですね、はいはい、B リーガー。いや素晴らしい。もともと大学卒業後は、まあ、プロとしてキャリアをスタートさせたいっていうのはあったんですか？そうですね、私はあの海外に行きたくて。あ、海外、はい、てかもうほぼ行こうって決めてたんです。4年もう大学卒業した時ぐらいから、うんうん、あ、違う、高校卒業した時ぐらいから決めてたんですけど、うん、まあいろいろコロナとかも重なって、確かにタイミング的にこうトントンっていう 話が前来たので、うん、まあちょっと日本で頑張ってみようかなみたいな感じで。あ、そうなんだ、はい、なるほど。もうじゃあ海外はもうどこ行きたいな、ああいうとこ行きたいなって。はい、もうスペイン行きたいなってずっと思って、今もまあ思ってるんですけど、そうなんですよ。じゃあ何、スペイン語とかその時はちゃんとちょっと勉強してました。勉強した。あ、でも聞かないでください。いや俺ちょっと言えるから。危ない危ない。私オラしか。あ、オラ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 、誰でも言えるし。そうなんだ、はい、でもそういうの視野に入れてたけど。そうです、だからもう行こうって決めてって、うん、でまあ、だから正直あんま日本のチーム考えてなくって、うん、その就活する時とかは、うん、ただまあ本当何があるか分からないなって思いますね、うん、最後の最後で。最後、はい、どんな気持ちだったの？来ちゃったよベントスみたいな。いや、なんかなんかパーンってファーってファーってそんな感じだったのか。なんかどうしようかなみたいな、なんかまあお話いただいて、うん、どうしようかなみたいな感じで、もうなんかそんな感じでした。へー、すごいね。ご時世的なもありますよね。やっぱ地元っていうのにやっぱすごい惹かれだよね。ました。まさか私はずっと大宮で育って、うん、もちろんその大宮ディジャーをちっちゃい時からこう、うん、スタジアム通って見てたので、うん、この日本を着て立つなんてあんま想像もしてなかったんですよ。そうだよね、昔は。確かにそうですよね。そんなあれでき、え、嘘みたいな、できるのみたいな。そもそもの大宮アルティジャーの女子ができるなんて。そうなんですよ。誰も、そうですよね、だって十文字ベントスだもんね。はい、うん、そこにすごい惹かれたところはあります、うんうん、地元に。そしたら佐々木ね、元なでしこの監督が、はい、こうアドバイザー的に来て。そうですね。でもう鮫島さんとか、はい、ああいう方もまさか。びっくりしました、ね、まさか新チームだもんね、はい、まあほら山崎まるみ選手も来てくれてさ、はいはいはい、本当あの時はもうまだ始動したばっかりだよね。ばっかりでしたっけ。そう、うんうん、これから開幕の時、開幕迎える前だったから、はいはいはい、まだみんなちょっと手探り。そうですね、もう話を聞いてたから、うんうん、ね、すごいね、はい、マルコちゃんはさ小学生の頃さぶっちゃけどれぐらい上手だったの？男子なんか全然へでもなかった。まあでも私の小学校結構ちっちゃい小学校だったんで、うん、まあ、そんな感じだとやっぱ学校で、まあ、一番上手かなみたいな、私、まあ、なんていうんですか、私も結構なんかこう威張る系だったんで、うんうん、強い系だ男子をひざまずかせるタイプだ。調子乗ってたんですけど、うん、まあ、やっぱり中学上がるとか、うん、まあ、そうやってクラブチームちゃんと入るとか、うんうん、こう広い世界に出てみるとやっぱ上には上がいるし、なるほどね、っていう風にはもうめちゃめちゃ感じます。だってバディはどこのバディ？バディは世田谷まで通ってたんですよ。だよね、世田谷バディでしょ、はい、大宮から
毎日、週5日ぐらいあったのかな、結構じゃほぼ毎日、はい、やば、本当に、まあもう都内じゃトップクラス の, あのクラブ、ジュニアのクラブチーム、そうなんですよ、はい、男女両方あるんですか。そうですね、そうなんだ、俺ちょっと女子があるのは分からなかったけど、あ、そう、女子もやっぱもうそうそうたるメンバーを輩出してて、例えば、あのもみきゆうかさんとか、あ、はい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 、あと村松智子さんとか、そこもすごい、なるほどね、そうなんですよ、まあもうあれですよ、もう超やっぱ有名で、神奈川とかにあるもんね、バディは、あ、そうですね、広北か、多分女子はそこだけ、私が知ってる限りだと世田谷だけだと思います、はい、でそのバディでいろんなうまい子いて、いやもうびっくりしました、びっくりした、でもそっからレッツのジュニアユースに声がかかったのは、セレクションで行ったんだ、セレクションしました、すごい、受かったんだ。はい、受かりました。え、その時の同期って誰なの。私の同期が長野風花とか南萌花、この代表出てた、あと全部で6人いるんですけど、まあ、なんか、まあ、はい、やっぱそこでもやっぱ6年間しっかり揉まれて揉まれたね、はい、揉まれたねだいぶ揉まれました。へえ、やっぱ上手いやつ集まってくるんだ。あ、そうですね、まあ、やっぱだんだんさ、こう大宮早起きさんから始まって、はい、でまあ、女子のチームも滞在し、うんうん、ね、在籍して、はい、でどんどんこうバディ行って、ね、レッツ行って、やっぱどんどん上手いやつ出てきた、はい、そうですね、でもひざまずかした。いや、そいや、もうそこら辺だと、うん、もうほんとついていくのに必死みたいな。あ、なるほど、だんだんやっぱね、サッカー一筋になって、はい、ジュニアユースからユースってどのくらい上がれるんですか。本当に年によるんですよ、何人とか半分とかじゃなくて、うん、もう人で結構見てるんで、うん、私の代は半分ぐらいかな、結構上がったんですけど、11人ぐらいいて6人上がったんですけど、本当に全員上がる代もあるし、うんうん、もう2人とかしか上がらない台もあるんで、本当人なんですよ。人だ、はい、狭きもんだ。でも本当に それはそうなんです。ドキドキだった。ドキドキでしたね。どうやって通達くんの。面談です。両親いて、あ、ユースの監督さん、ジネースの監督さん、うん、あとトップの監督さん、うん、おで次コンコン入りたまえつって、まあでもそんな感じですよね。でお母さんと一緒に、お母さんと一緒に行って入ってって、はい、で向こうはこう座ってて、座ってて、久保真理子昇格まあでもそんな感じですよね。すげえ緊張する、まあ、もうちょっとあのナチュラルなんですけど、もうちょっとナチュラル、もうちょっとあの自然なんですけど、ね、そこでさ、やっぱ、ね、じゃあそこで上がれない子もそこで言われるんだ。あ、そうです、みんな同じ時に、同じ日に言われました。なんかもうプロっぽいね、やっぱクラブチームならではの、ね、特にね、うん、J の、そうですね、まあでも素晴らしいね、浦和、大宮から浦和、そしてまた大宮、はい、もう埼玉網羅してますねそうなんだ、うん、じゃあもうね、上手なんだろうね。いや、すごい。やっぱきつい、きつかった、大学もきつかった、楽しかった。なんか今卒業して振り返ると、うん、もう楽しかった思い出だけが残るんですよ、うん、多分当時はすごいきつかったこともあったんですけど、そういう不思議だなって思うんですけど、やっぱなんかきつかったこととかはなんか基本こう笑い話にやっぱなってて、うんうんうん、まあ、本当楽しかったなって今思ってます。あ、そう、はい、あ、いいね、うん、大学4年間楽しかったって。楽しかった。うん、私寮だ、全寮で、全寮、全寮だったんですよ。で本当女子サッカー部の寮とグラウンドと、うん、あと大学、うん、全部敷地内にあって、うん、わお。で結構田舎の方だったんで、キャンパスが。え、どこ。板倉ってご存知ですか。板倉、あの館林ってなんか聞きますね。館林、群馬の。群馬です、うん、そう、群馬なんですよ。あ、そっち、はい、そっちにちょっとこうなんか追いやられちゃって、うん、そこのなんかもう畑、田んぼみたいな場所でした。あ、そうなんだ。あ、そこで そこにも
キャンパスがあるんですね。あ、そうなんですよ。知られてないんですけど、あんまり。しかも理系上だったんですよ。理系上わけないですか。ちょっとわざとちょっとさ、今持ったっしょ顔。ちょっと理系上みたいな。理系上だったんですよ私。でも今グイッと上がりました。そうなんですよ。だからなんかわけわかんない理科の勉強も一応してました。一応学部で言うと何学部なの？食環境科学部。難しそうだな。っていうなんかまあ食とか。うんを一応勉強しますよみたいな。あ、そうなんだ。形状。え、あの女子寮めっちゃ気になるんですけど、うん、やっぱあのね、あの以前の放送とかでも、はいはい、男子寮とかに所属していた方の話聞くと、結構あの荒れてたりとか、うん、本当にすごいよっていうのがあったんですけど、女子寮ってどんな感じなんですか？まあ、私はさっき言ったんですけど5期生だったんでまず結構新しいんですよ。そもそもが結構新しい建物寮が もうそのためにできたんで、なんでしかもちゃんと、まあ、あの女の子たちなんでしっかり、はい、しっかり掃除もするし、あの素晴らしい、そういうの期待してないよ。めちゃめちゃ綺麗だったし、もう寮自体はすっごい快適でした。なんだよ快適、まあ、2人部屋とかだったんで2人部屋、はい、まあ、そういうところはいろいろあるんですけど、うん、生活自体は もちろん綺麗に。さすがこれが男女の差ですよ。あ、まあ、そうですね。いや俺本当女子の方が結構すごいかなと思ってたんだけど、まあ、なんかなんで量が綺麗だとそうです、ね、ちょっと綺麗にしたくなるじゃん。そうとか、なんか部屋とかもぐちゃぐちゃだと結構怒られるっていうか、なんか汚いよみたいに先輩に。それとも寮母、うん、いや寮母じゃないです。なんか先輩とか、まあ、とかあのため選手同士で、うん、なんかすっごい汚いんだけどこの部屋みたいな、なんかこうチクチク来るんでやばい片付けないとみたいな感じになります。確かに一人くらいは綺麗好きいそうですよ。そうなんですよ。いや俺も多分ちょっとそこ埃がつってテレビの画面ピャッてやって。え、本当ですか？嘘。あ、でも結構そう、みんな結構そういう感じです。あ、結構みんな割となんか、ね、なんかこの部屋空気悪いみたいな、なんか、ね、掃除してるみたいなのが結構普通に飛び交うんで、やべやべみたいに なってみんなちゃんと綺麗に使おうっていう意識はすごい高かったです。素晴らしい、まあ、すごい女子だね、はい、素晴らしいですね、うん、まあでも理系女だからさ、はいね、理系女なんでなんでちょっと知的を今ちょっと言葉のトーンが。いやもうこれは本当4年間私理科とかそのと嫌いだったんですけど、うん、頑張ったんでこれは一生行っていこうと思って。あ、もう、はい、4年間やるって相当だよね確かに理系をね、はい、やばかったですね。まあ僕も理系男子なんで。え、そうなんですか？え、理工学部なんで。え、大学はね。あ、え、初耳なんですけど。もう僕は もうあれですよ、もう物理とか。あ、そっちです。なるほど。あ、こっちはあれですか、理系組ですね。そうですね、はい、完全に文系組で。YouTube 見てる方は半分から。そうなんですか、うん、でもすごいね、4年間。頑張ったんだかなんだか、はい。え、一番近いコンビニでどれぐらい？あ、チャリで。チャリで。チャリで、ね。はい、まあ、10分かかんないぐらいですかね。あ、まあまあまあ。はい。まあ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 、うん、え、一番近い遊ぶ場所、みんな何してたのじゃあ、休日。いやー、だから何を、まあ、そのあコロナの前は、うん、外出とか外泊とか全然大丈夫だったんで、うんうん、まあ、私なんか本当に大宮戻ったりとかしてたんで、やんちゃだもんね、いやいやいやしてたんですけどただコロナになっちゃってから、ね、外出制限もかかって外泊もできなくなったんで、ね、で遊ぶものがないと、なんかもうみん な、ね、なんかあの水風船とか、うん、知恵を絞って、うん、水風船とかドッキリとか、うん、なんかお菓子作りとかお菓子作りそういうのことみんなしてました。あ、なるほどね、はい、もうなんか知恵絞って。そうです、なんか遊ばなきゃと、遊ばなきゃと。水風船全然やりましたねそれバチャーってなること。あ、もうなんかもう本気でバンみたいな。あ、投げ合うってこと、はい、とか、はい、2階のみんな2階に住んでるんですけど、うん、2階から水風船を投げるみたいなキャーってそいい、そういうことをしてましたね。いい、楽しかったです。なんかそういうのもいい、なんかみんなでさ、もうパソコンとかさ携帯のゲームばっかりやってるとかよりはさ、なんかそういうなんつうの、自然と、ね、自然と遊んでる感じ、はい、いい。確かに、はい、そうなんだ、はい、そうだよね。もうだから大学3年生ぐらいからコロナになっちゃったのかな。あ、私は4年ですね。4年の最後の1年が、ああ、一番そうなんですよ、ね、春とかはもう全然何もできなくて、ね、って感じで。そうですよね、はい、
まあ、でもいろんなそういうつてで海外に行く予定だったけど、うんうんうん、まあ、コロナとかもなって、うん、でアルティージャから声かかって、うん、まあ、いい形だね。本当ですね。ね、なんかありがたいなって思います。ね、でもあの試合の話とかになるとさ、怪我しちゃったんだよね。そうなんですよ。開幕の前だっけ？7月に前十字靭帯を、うわ、はい、初めてやりました。何で？練習中？練習の紅白戦。紅白戦ね、はい、でぶつかって、いや、足なんかひね、自分で自爆なんですけど、うん、ひね、足首ひねってなんか転んだ時に、うん、膝と体逆っちゃったみたいな感じで、え、自分でうわこれはやばいかもって思いました。音すごくて、やっぱするんだ。もう音がなんかバキバキみたいな、膝が完全になった瞬間、なんか、あ、もう、あ、やったことなかったんですけど、うん、あ、これかと思って、あ、これはもういっちゃったなとこれだと思って、これが俗に言う前十字かみたいな思って、もう、まあ、やっぱそうでした。やっぱそうだった、はい、うわ、痛かった。痛かったです。痛いっていうかさ、うん、不安に襲われるでしょ。そうですね、まあ、うん、まあ、もはやでもなんか初めてだし、うん、だったんで、なんかやっちゃおうぜみたいな、あの頃のくもまる子出てくるぜみたいな、なんかこういう感じなんだみたいな冷静、なるほど、冷静沈着で、すごい新しいみたいな感じですか。ああ、これか、こういう感じなんだ膝って、まあ、この剣はここでこう曲がってだからバッチリそうなんだ。まあでもじゃあそこからもう今もうリハビリ、リハビリしてもう7月7ヶ月ぐらい経ってるので。あ、7ヶ月だってリハビリしてでもあのだんだんみんなと合流し始めて、うん、自分合流をして、うん、あの復帰に向けて。そうだよね、はい、もうちょっとかなみたいな感じのところまで。だいたい何割ぐらいの復帰までの、だいたい何割ぐらいまで来てんの？あ、でもだいぶ8割、8割8割9割ぐらいまで来てて。じゃあ今コンディション的には徐々に上がってきてる感じする。はい、して楽しいです毎日。サッカーみんなとできてるみたいな。あ、はい、あ、全体練習にももう入ってる。入れるとこだけ入れてもらってて。そしてもう、まあ、久しぶりボール触ったら楽しかった。めちゃめちゃ楽しかったです。あ、みんなとサッカーするってこんな楽しいかと思って。あ、そうだよね、はい。すごい再認識するのかね。そうですね。じゃあ前期の試合はじゃあずっと、うん、ずっと。ジアムのスタジアム、あのホームの時はスタジアムから見てて、アウェーの時はもうダゾーンで、はい、ダゾーンで行きました。どうだった戦い？ああ、でもやっぱまあ本当できたばっかのチームっていうのもあって、やっぱうまくいくことよりもうまくいかないことの方がやっぱちょっと多かったかなっていうのはあるんです、ね、あるんです、あります。はい、だってさ、例えばベレーザとかさ、うんうんうん、レッツにしてはさ、もうずっと来てるじゃん。そうですね。それ以外はアルビレックスもあったか。もう ありましたね。あったよね、はい、あとはサンフレッチェとかできたりさ。あ、サンフレッチェ新しいですよね。そうですね。そうだね、だから何個か新しいチームできてるから、そっからチーム作ったわけでしょ。うん、そうですね。それはちょっとさ、差が出てもおかしくないよね。確かにそうですよね。元からある中で、うん、まあ、戦い方もやっと、じゃあ前期もだんだん良くなってもんね。そうですね、まあ、結果的に7位、11チーム中7位で終えて、ね、うん、まあ、やっぱその、リーグをやっていく中で、うん、やっぱ改善できたところとかまだまだ足りないよねっていうところもすごい見えたのかなとは思います、うん、そうだよね。最初の何節かだけはちょっと苦しそうだったけどね、はい、なかなかね特に初戦、ね、開幕戦のアイナック時はアウェーだったんですけど、うん、0-5 で負けてしまって、そう、ね、あの時結構ドキッとしましたね。ちょっと、まあ、見てる側なんですけど、うん、あ、大丈夫かなみたいな、メンタル的にね、もう、はい、この後大丈夫かなみたいなところは結構ありましたけど、うん、まあでもなんか俺もちょっと見てて、マルちゃん出て変わったような気がするんだよね。ちょこちょこ最初出てなかったんだよね。はいはいはい、うんうんうん、でマルちゃんがこうだんだんスタメンにも顔、うんうん、はい、出し始めて、うん、おーと思って、やっぱりね、うん、ゴゴフトファミリーとしては嬉しいですね。やっぱ注目しちゃうよね。そうですね。そうなんだ、うん、やっぱじゃあもう監督のやってる戦術とか理解するのもやっぱ最初大変だったのかな。
まあ大変だったとは思います。大変だし、まあやっぱ選手同士でもすごいコミュニケーションを取っていって、うん、まあ全然まだまだなんですけど、うん、まあ少しずつこうみんなが同じ方向向いてサッカーできるようになろうねみたいな感じで。なるほどね。はい、だってさ今までさやっぱりいろんなコーチ方を、うんうん、経験してきてるわけじゃん、ね、皆さん。はい。でまた新しい人になって、うんうん、どこだけみんなさこう新しいチームで新しい指導者でこうフィットしていくのかなって結構注目っていうか、うんうん、そういうの経験ないからさあんまり、うんまあ、徐々になんだやっぱり。そうですね、まあ、やっぱ経歴とかも違いますし、その選手の、そうだよね、選手の積み上げてきた選手自身が積み上げてきたものもすごい差があるチームなんで。そうだね、うん、だって鮫島さんだよなんせあの世界を取ってる鮫島さんね。選手たちもいて、まあ、私とか、ね、大卒高卒の選手もいて、うん、そうだよね、うん、だって高卒の選手とあの世界を取ったなでしこじゃあやっぱいやもう違うよね。違いますね、もう、もうやっぱ鮫島さんとかやっぱすごい、すごいです。もうなんかもう なんかやっぱ自分の中でサメさんとか、まあ、そのベテランの選手たちは、うん、もう自分の中でやっぱ確立してるものがあるので、でもそれをしっかりなんかこう下の子たちにも伝えてくれたりとか、そこは本当惜しみなくやってくれるんですよ。なんかもう人間性、もうプレイヤーとしてもそうですけど人間性としてもいやもうすごいなと思って。うわすごいね。だって鮫島さんね。いや本当そうですよね。私ももうもろテレビで見てた人たちなんですよ。そうでしょ。ちょうど中学1年生だったんで、うん、優勝した年が。そうですよね。その時代です私も。なんかもうあの時のまあそんなこと言ったじゃないですけど、うん、テレビでやっぱ見てた人だったんで、うん、なんか初め、まあ、今もですけど結構不思議な感じ。だよね。あれ一緒にサッカーやってんのなんでみたいな。なんですよ。なんで、うん、なんか不思議だなっていう感じが。このゲストにも来てくれた加藤大志っていう元 J リーガーね、はい、で会ったか あの時来てたもんね、はい、そうで横浜 FC にサンガが移籍してカズさんがいて、うん、で彼と初めての練習の時にこうボール回しの練習してて、うんうんうん、カズさんが自分にしてくれたパスが2時間くらいに覚えたんですよ。長い。もう2時間くらいで遠くがいい。あのカズさんが俺にパスをという感じで。不思議な感覚でした。不思議な感覚でしたね。でももうそれすらも今は感じさせないほど本当気さくで、何でもこう話してくれるし聞いてくれるしっていう方なんで、うん、もうやっぱ昔からすごい人だけど、なんか一緒にこうやチームメイトになってより凄さを感じてます。すごいね。なんかそれだけでこのチームに来てよかったって思っちゃいました。なるほどね、はい、あれちょっと調子乗ってさ、うん、サメとか肩組んだりしないの？全然しないです。あでも、まあ、多分人的にはしても全然怒んない人なんですけど、優しい。そんなのできないです。サメさんお疲れ様ですとか言ってできないね、うん、そうなんだ。あのブライトンにもさ来てくれた、はい、もう大野忍さん、はいはい、もうブライトに来てくれてるから、おお、ファミリーどんどん増えてますね。大野忍さんもねオーラあるもんね。いや今コーチだもんね。今コーチなんですけど、はい、気さくだけどなんかね、うんうん、そうですね、ピリッとするところはピリッとして、ちょっとオーラがあるなって、うんうん、久しぶりにオーラある人見た、うん、それも不思議ですもん。私はやっぱあのね、今なんか篠さんとか呼んでますけど、うん、なんかもう私の中でやっぱ王の忍なんですよ。そうだよ、あの王の忍だよね。そうですよ、みんな多分そこ目線一緒で、うん、だからなんか篠さんとか呼んじゃっていいんかな。あ私ちょっと呼んじゃった今。そうなんですよ。まあ、でもそういうさベテランがいてくれるとすごいよね、うん、やっぱいろんな経験談話してくれるんじゃないの。毎日勉強になります。本当にすごいな。じゃあね、結構ね、あのベントさんはあと中田亜美ちゃんも来てくれてるし、はいはい、そう中田亜美ちゃんもあれだね、プレー見ると結構激しいね、うん、そうですね、ね、あの店に来てくれた時はもう少しこう女性だったんだけど、うん、試合見るとギャップですよね、愛さん結構がっつりと、はい、
素晴らしい。ポニーテールの方ですよね。そう綺麗な方、まあ、綺麗だよね、まあ、人気あるよね。めちゃめちゃ綺麗です。なんか見たことあります、うん、なんかスポーツ選手なのにこうなんかファッションモデルみたいな写真みたいなので話題になってた、はい、もう見たことがあります、はい、めちゃめちゃ綺麗ですね。もうこんなのなんか、まあ、今のご時世やっぱ写真と結構顔違う人っているじゃないですか、うん、ああこんなになんかもはや生で見た方が綺麗なんじゃないかって思うぐらい綺麗なんですよ。綺麗、はい、なんか勝手なあれだよ、はい、なんかいい匂いして試合いい匂いして練習してそう。間違いちょっとあそんなことない。 いい匂いです。アイさんいい匂いです。そうでしょ、はい、そうでしょ。やっぱなんかさじゃないじゃん。ちょっと引いてますけど大丈夫ですか。いやなんかさ女子ってどうなんだろうと思うじゃん。なんか試合前とかにちょっとあ練習前とかにシュッシュッとかしたり、うんうん、ちょっと気にするんじゃない。でもなんか物によります。なんか普通の香水とかだと逆にこう汗かいて、うんね、匂いが混ざっちゃいそうだから逆にそうだね。ツーンも困るけどね。まあでも、めっちゃ気になるのが、はい、なんか試合するときとかになんか日焼け対策とかしたりしてるんですか、はい、女子の選手って。まあ、でも私大学生の時とか、うん、まあ、今年1年あれリハビリしてたんで、うん、すごい白いんですけど、うん、私なんかチームで一番黒くなる系なんですよ。日焼けしちゃう系で。どんどん吸収型だ。そうなんですよ。そうなんですね。でもうなんか結構昔は無理みたいな、日焼け止め塗ってもどうせ落ちるしどうせ黒いって言われるし、うん、みたいな感じだったんですけど、うん、大学生の時にアイナックにこう練習参加1回行かせてもらって、うん、3年生ぐらいの時に、うん、でアイさんとかがこう、うん、2ブレンだったのにちゃんと午前の練習前もお化粧して日焼け止めってお化粧して、うん、午後の練習前にもちゃんと日焼け止めってお化粧してってやってて、うん、やっぱなんかあ努力しないとダメなのと思ったのめちゃめちゃ覚えてます、うん、やっぱそのファンデーションとかでも日焼け対策になるんで、うん、あやっぱなんかちゃんとしてね、綺麗綺麗って言ってるだけじゃダメだなって思った、うん、ちゃんとそういうとこから努力してたんだ、はい、そうです。アイさん見て学びました。その時そうだよ、すごいですね、やっぱ違うなと思って。やっぱそこは女子であってほしいね、うん、もちろんなんかかっこいいけどね、うん、もう全然私はそんなの関係ないわっていうのもかっこいいけど、うん、やっぱちょっと気にするっていうのもまあ女性らしいし、うんうん、すごいですね。そうです、私もあの時あやっぱやってる人はちゃんとやってるんだなと思ってちゃんと日焼け止め塗るようになりました。なった、なりました私も。化粧はあんましない。化粧も一応最低限は一応練習の時もするようします。あ素晴らしい、学んでますいつも先輩たちから。あ素晴らしい、はい、女子力高いのやっぱじゃあ中田選手ですか。高いと思います、はい、他はいる。実は女子力ある。実は女子力ある、愛さん、あでもああなんか実はじゃないと思うんですけど、うん、やっぱサメさんは、うん、なんかみんなにこう手作りのスコーンとかを作ってきてくれるんですよ。ティラミスとか、いやもうそのなんかクオリティがすごくて、なんでもない日とかにこうスコーンの差し入れとかでこうちゃんとみんなこう一つ一つこうラッピングみたいにしてとか、お店に売ってるような感じの、いやもう本当に美味しくて、クリスマスの時とかもなんかこうサプライズでなんか詰め合わせたのをみんなにくれて、もうなんか女子力の塊っていうかもう通り越してもう素敵すぎてみたいな、ね、素敵すぎるね。ですよね。そうなんかベテラン大ベテランの方がそうなんですよ、ね、焼いて、はい、かわいいエプロンして、かわいいエプロンしてます多分わかんないですけど、ね、やってそのちゃんとラッピングして持ってくるなんてなんて可愛らしい、素敵すぎと思って、ピッチとはギャップですよね。違うよね、ピッチ上の姿とは、ね、そうなんだ、はい、なんかやっぱ選手プレイヤーとしてもなんか人としても女性としてもお手本にしたいって思っちゃいます、うん、なあそうだよね、でもまる子ちゃんもだってほら理系図だし食品のことをしっかり栄養とか考えて栄養とかやってきたんだから、はい、それを生かして生かすべきだね。そうですね、みんなにまだ作ったことはない。なんかでも初めの方とかなんかこういろいろみんな結構いろいろ作ってきたりしてなんかお返しとかでいろいろやってたんですよ、うんうんうん、なんか私その時なんかサラダの、うんサラダにハマってたっていうかサラダをたまたま食べてて何し終わった後に、うん、でなんかめっちゃ美味しそうに食べてんじゃんみたいになって作ってきてよみたいになったんで、うん、なんかみんなにこう作っていったんですよ、うん、でそっからなんか
なんかマリコはサラダ作るみたいになったんで何回かやってますサラダ担当みたいな、サラダ担当みたいな、それなんかレストランみたいだね、なんかサラダバーね、マリコサラダまだみたいな、あ、そろそろ作りますとか言って、あ、そうなんだ、そうなんですよ、え、女子力あるじゃん、 ありがとうございます、ね、面白い、ね、お菓子とかじゃなくてあのサラダ担当になりました、うん、なんかまあでもサラダがいいわけで肉担当とかよりはまあいいよね、そうですね、ね、肉担当、ね、ちょっとねサラダってこれ可愛くさいろんな具材できますもん ね女子がね、カラフルにできるんで、そうじゃん、はい、あーすごいちょっとポイントアップありがとうございます、やっぱ女子力ある、女子力ある、うん、そうなんだ、はい、そういうのも、まあ、女子ならではなのかなって思います、ならではでしょ、男子絶対ないですよ、そんなの絶対ないでしょ、手作り作ってきたよは多分想像つかないですねちょっと怪しむよちょっと疑いの目を、うん、持っちゃいますもんね、うん、でもそういう時代じゃないから今、そういう時代じゃないからね、手作りする方もいます、ね、男子がそういうことしても素晴らしいですよ、うん、はい、いやでもいいですね、なんかこう女子サッカー選手の方がピッチとプライベートのギャップが、うんうん、聞けて面白いです、面白い、まあ、そういうのがいいよね、うん、チームではさどういう選手と仲いいの、私やっぱ一番仲いいのはマルさんかなって、マルちゃん、はい、一番仲いい、そうですね、結構タイプ的に似てんじゃないの、あ、でもなんか似てるかもしれないです、なんかわちゃわちゃ一緒にしてくれ、うん、なんかでも一番初めに自主練で一緒になったんですよ、うん、なんかその時からなんか、あ、この人いけそうと思って同じ匂いがなんかどっちかっていうと2人ともオラオラ系な、ね、なんで結構仲良く、なんかあのめちゃめちゃ可愛がってもらってて、そうだよね、はい、丸見総長になんか、うん、久保特攻隊長みたいな、なんかそんな雰囲気ちょっとあるよね。そうかもしれないですね。ちょっとね、オラオラ系の。でも、大体、でも、休みとかはどうしてる？休みは、まあ、私結構あんまりこう見えて、あんま遊ばない人なんですよ。外に出てかない。外に出てかない。結構予定がないと、予定とか入れるのが結構あんま苦手で。ああ、詰め込むのが苦手だ。そうなんですよ。だから、結構家で何もしないみたいな日ばっかです。今は家から今は、え、何ですか？今はあのお自宅は実家とかそういう、あ、今一人暮らしは一人暮らしです、はい、あ、そうなんだ、はい、え、家にいて映画見たりするんですか？映画もあの Amazon プライムとか YouTube とかだらだら見ちゃって、あ、そうなんだ、オフ結構過ごしちゃいます、あ、結構じゃあ家にいる派なんだ、ね、結構そうですね、昔からそうかもしれない、予定をく、だからなんか私が基本暇っていうのはみんな分かってるんで、うん、なんか当日とかになってマリコ暇っしょ遊ぶよみたいなあの LINE とかが来たりするんで、うん、行きますって言って、結構そういう感じなんですよなるほど、なるほどね、いや、あまりじゃあもっとなんかガンガン外出てるかなってイメージだけど、あ、私もこうドライブして海とか山とかイメージありました、うん、ちょっとアウトドアとかもしそうな雰囲気だけど、うん、もうオフはもう動きたくないみたいな感じなんですよ、まあそれに今リハビリで結構負荷入れてるから疲れちゃうんじゃない、まあ、そうですね、ね、うん、練習は何時から何時ぐらいだろう、大体練習は9時半から、うん、まあ、11時過ぎとか、うん、まあ、10時から12時前とか、大体その午前中の時間でやってます、はい、じゃあまあ午後はもうゆっくりだ、でも私あのまだ仕事してる、仕事してるんで午後は仕事行って、で、まあ、でも夕方ぐらいには終わるんで、それは出てかないよ、そうですね、うん、それは夜飲んだりできないし、まあ、普通サッカー選手は飲まないしね、はい、そうですね、まあ、少なくとも次の日練習あったら飲むことはないかなって感じ、うん、そうだよね、うん、でもオフとかは飲めたりしてんの？オフの前日だったらお酒飲んだりはします、軽くね、はい、軽くでしょそれはね、まあ、それはもうそれはもちろん、ちょっと一杯とかでね、いい感じに眠れるかなみたいな感じ、よかったよかったよかった、あ、そうだよね、はい、で食事とか行かないの、みんなチームメイトで、あ、行き、食事でも、まあ、時代も時代なんで、時代というか時期ね、あ、時期なんで、まあ、でもなんかお家でとかはたまにあったりします、ああ、そうだ、家でパーティーとか、うんうん、くね、まあ、はい、ありますね、まあ、本当に今そのコロナで、まあ、いろんな制限かかってるから、うん、特にスポーツ選手は一、うん、ね、いろいろこう行けるところも行けないだろうし、うん、加入してからもずっとコロナですもんね、そうですね、あ、ね、なんか一時期ちょっとまあ、なんですか、まあ、みんな結構
出て大丈夫、まあね、みたいな時もあったんですけど、まあ、今はやっぱもう一回盛り上がってきてるんで、この中で。そうだよね、はい、基本はそうだよね。なんか、じゃあまあ楽しくもあり、ね、今あのリハビリ中だから、うんうんうん、選手の中でさ、この人うまいって人、テクニシャンが誰なの？ベントスだと。テクニシャン、テクニシャンっていうのがわかんないですけど、テクニック、ドリブルからさ、うん、でもやっぱ一人一人このなんていうか個性っていうか、違う、あの得意がやっぱストロングがあるので、うん、ただなんかやっぱうまいなっていうか、うん、あの上辻由美さんとかは、なんかもうタッチとかボールのキックとかは、なんかもう、うまって感じです。なんでみたいな。とか、あと、やっぱりなんか一緒に、半年ぐらい一緒にリハビリしてた坂口瑞穂さんはもう、なんかうますぎてっていうか、なんか例えばリフティングとかしてるだけでも、もう違いが分かっちゃうぐらい、あ、そう、タッチが違う。だって坂口さんももうレジェンドでしょ。もうドジェレジェンドです。何ドジェドレジェンドです、うん、ドレジェンドドレジェンド、はい、だからなんか何なんだろうみたいな、このタッチ何なんだろうみたいな、ね、はい、うまいです。すごいな、いいな、いやもうなんかいいね、一回なんか透明人間になって入ってみたいですね、うん、何がなんかその練習のところとか透明人間でいいんだ、一緒に見てみたいな。いや私できないんで。あ、そう、できないからね、サッカーがあまり知識はすごいけど、うん、あのできないんです本当に、運動がね、はい、いや運動じゃなくて運動じゃないサッカーね、サッカー、あの体一つのスポーツは大丈夫なんですよ、はい、あ、走るとか飛ぶとか、飛ぶとか、なんかで、あの機械体操系も大丈夫なんですけど、ボールになるとダメなんです。ああ、まあサッカーちょっと特殊だもんね。あの足で扱うのって。うちらするとちょっとね、こう打つとかの方が難しいな、難しいです、はい、ね、なるけど。機械体操とかのが難しいですよね。絶対難しいよ、はい。いやー、無理です。あのバットとかもなんか体育の授業とかで、うん、バット私が当たらなすぎて、うん、私だけテニスラケットに優しい、回ってる、優しいじゃん、その先生が誰か分かんないけどっていうくらい、うん、手使うハンドボールとか野球とかも、うん、サッカーもバスケも苦手なんです、うん、あ、そうなんだ、球技がちょっと友達になれない、ボールとはちょっと、いやー、なってほしいな、なりたいですよ、なりたいですけど、だから透明人間、そうだね、でも今度あれだね、機会があったらフットゴルフ、あ、行きたいです、やったことないんですけど、ないないです、あのね、まあ沢ちゃんも一緒にね、はい、参加したけど、うんうん、まあ初めての方もできるし、うんうん、あのキックの精度が出ちゃう、あー、そうなんですね、キックの精度、おもむろに、うん、うん、あの特に使うのがインサイドとインフロント、へー、差が出ちゃうよ、技術の技術の、うん、基礎の基礎の差が、基礎の基礎すぐ分かっちゃいますね、これ、うん、分かっちゃうね、やばいな。マルコちゃんはどういうプレーが自分の中ではストロングポイントって？私ポジションがセンターバックやってて、やっぱロングキックとかはストロングかなって思ってて、うんうん、はい、でやっぱ大学時代にすごい今でもすごいお世話になってる監督さんに、うん、キックの種類とかなんか教えてもらって、うん、こう体の向きとか、はい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 、見るとかすごい教えてもらってから、うん、なんか相手の逆を取ったパスとかすごい面白いなって思うようになりました、じゃあ質高いじゃん、キックの質、練習しました、めちゃめちゃ練習した、はい、またセンターバックから蹴るキックってまた違うよね、うんうん、まあ、そうですね、やっぱそのポジションごとにやっぱそのキックとかも必要なキックとか質とかがあるかもしれないです。サイドの選手だったら巻くような、うんうん、あ、そ、クロスとか、そう、クロスもそうだし、はいはい、そうですね、やっぱセンターバックからするとやっぱりこう長いパスだったり、うんうんうん、ちょっと速くて低いのだったり、はいはいはい、そうです ね、 ね、練習しました。見たい、早く見たいな出したいです、試合でね、はい、楽しみですね、うん、見に行こう、ぜひぜひ出れるようにちょっと頑張ります。そうだよね、はい、まあまあまあ焦らずね、焦らずね、いや、そうなんだ、キックの種類か、うん、ドリブルとかどうなの？あ、ドリブルとかは
あの基本もしないですね。あそう、はい、ちょっと置いといてだ。あ一回置いといて置いといてだ、はい、そしたらさセンターバックスが当たりはどうなの体重は。私結構あのガッツリ行くタイプです。ガッツリ行く、はい、ボール買っちゃう系で。おガン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 プレス行く、はい、行きます。行きたいです。そうだよね、はい、そういうのがなんかそういうセンターバック、うん、俺フォワードじゃん、はい、で俺キープ、はいはい、ポストプレーはキープすんの、うん、後ろからガン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 来るセンターバック大嫌い。大嫌いありがとうございます。大嫌い、まあ、なんか場所によるんですけどもちろん、うん、だけど結構相手陣地とか、うん、あの高い位置だったら、うん、もう別にファールでもいいかぐらいに思ってるんで、うん、ああいるいるそういうやつ、それぐらい行っちゃいます私は。そういうやついる、はい、もうねそこはもうセーフティーゾーンだと思って、うんうんうん、もうファール覚悟で、ねはい、ガンガン来るやつ。初めの方とかもファールしちゃうぐらいでいったら嫌ですよね。もう超嫌だあこいつあ今見せつけに来たなみたいなそんなそういうの結構楽しんじゃう系。あいるいる、はい、そういうやつ嫌だなハンターですね。そうハンター。いやね一発目って大事だよね。大事です ね大事にします。この自分の、ま、対戦するフォワード、うん、でも最初のコンタクトって、はい、こっちも実はここでキープできればディフェンスにプレッシャー与えられるから、はい、あこいつ今日キー難しそうだぞとか、うん、だけど一発俺も駆られるとあいつやるわって嫌だなって思わせた。嫌だって。そうすると多分フォワードはキープするかワンタッチで逃げるかとかで判断が変わってくんだよね。すごい駆け引きがすごいっすね。やるんだ。好きです、そういうの。うわなんかもともと結構攻めたい意識がやっぱ強いんですよ私的に、はい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 、性格的にも結構そうなんですけど、うんうん、なんですけどやっぱその中でもポジションセンターバックの楽しさをこう見出してきて、やっぱそういうところもそういうなんか駆け引きっていうか狩るっていうか、もうなんか一つ楽しみの一つだなって思いました。いつからディフェンスの方にもあったの？その私はあの小学校6年生の時に、うん、あのレッツレディースジュニアユースのセレクションを受けた時に、うん、もともとはやっぱその中盤とか前フォワードとかやってたんですけど、あやっぱ上手い人はみんなそうじゃないですか、当たり前だけど、うん、その小学生の時みんな上手い子ボランチとかやってるんで、うん、あこれは私受かんないなと思って、うん、やっぱ当時からやっぱディフェンスやる子って少ないじゃないですか、うんうん、そうだ、ね、最初から選んでる子はそんなに、でやっぱ人がいないなって思って頭脳戦、うんでそっち行った、セレクションでディフェンスばっかやってたんですよ、うん、サイドバックとかセンターバックとか、うん、で合格したんで、私これ頭脳戦で勝ったなって思ってるんですよね。すごい、理系が出ました理系上じゃん、はい、12歳であの12歳でもそういうとこ、はい、考えました。すごい、そっからずっとセンターバックやってます。あじゃあ生粋じゃん、もうでも12歳の判断力すごいですね。すごいね私も当時の私褒めたいです。よくそこ行ったってもうそのボランチそういうプライドも一回捨てて、うん、これはもうここに入りたいと、うん、どこでもポジションどこでもいいからここだったら輝けるんじゃないかと思ってディフェンスバックやってました、セレクションで。素晴らしい、ちょっと理系上出てるよちょっとあの当時からあったんですよね、理系に行く兆しが、ね、でもそういう話だよね、そこじゃなかったらどうなったか分かんないもんね。ボランチでやってたら受かってないんじゃないかなって思いますね、やっぱメンツとか見ると。すごい、いやーやだなー、守備やりたい子そんな多くないですもんね、ちっちゃい時だと。そうですね、小学生の時は。うわーすげー、なんかさフォワードでもさ、僕はドリブルとかのタイプじゃないから、うん、なんか味わいたくなるのよ。あ逆を、はい、逆にどんだけなもんか背中の圧力でわかるからこいつやべえっていう。まるちゃん今度俺にガンガン来てる、ガンガン来てるから耐えられるか。でもさ、フォワードとかがさ、例えば外人とか、はい、まだやってない学生時代で、対戦相手がでかい外人。いや、私、ユニバーシアード行ってたんで、お世界大会で体感しました。でっけえ人たち。でっけえやつね。いました。やったやりましたね。もう、どうだった?12分に出せたでしょ、ガツガツ感。あ、もう、だからもはや、行ったところで向こうは多分そんな感じてないんだろうなって思って、やっぱり思いましたね、全然。へえ、やっぱ足の長さとかも違うんで、うん、なんか行ったところでこれはあんま意味ないんじゃないかぐらい思いましたもん。だってさ、なでしこの試合ってそうだけどさ、うん、アメリカ、ドイツ、スウェーデンとか、はい、まあ、カナダもあれだけど、うん、でかい、あれ男じゃん。
身長も高いですもんね。身長も高いし、もう横幅もあるし、ちゃんとね体が。で日本の女子比べたら、うん、やっぱりサイズ感は否めないじゃん。絶対そうですね。だからそのガツガツ感とか、うん、やっぱもうフルパワーでいかないと。そうですね、まあ、なんかもはやそこで勝負してもみたいなところですかね。先ポジショニングとか。逆にそうか、はい、あ駆け引き、うん、例えば行かないで振り向かして取るとか、うんうん、わざわざ相手からボールを離させて取るとか、うん、その持ってる時にバーン行ったところであんまり効果ないなとは思います。頭いいねマリコちゃん。でもみんな多分そうやってやってんだと思います、世界で戦ってる人たちは。なんか逆にフォワード自分なんかガツガツ来るならガツガツでいいんだけど、うんうん、逆に間合いで守られる方がなんか 何していいか分からなくなる、うん、振り向いたところで間合いでやられちゃうと、うん、逆にこっちはドリブルないからどうしようって逆にそうだから頭いい人って多分そういうことだと思う、うん、もう見抜いて、うん、まあ、相手によって、ね、そう相手によってやっぱ戦い方って変えなきゃいけないかなっていうのは思いますね。さすが。まあでも基本的には勝るんでしょ。基本的には一回チャレンジはしますチャレンジはしてしかもむしろあの外人とかだったら行っても別に倒れなかったら、うん、もう行け放題みたいな感じ何ですか、かけ放題みたいなネットみたいなんかね、いろいろなってるの、はい、まあ、そういうところも駆け引きしつつ、うんうん、っていうことはありましたね、経験は。はい、じゃあいろんな経験でいろんな幅が広がってんだね、うん、なんかこの話した感じで、はい、マリコちゃんがこう頭のいいディフェンダーに思えてきたんだけど、うん、思えてきたんですか。思えてきた。そう思います、そう思います。でもなんか、うん、で私でもそんな技術もすごい高いわけでもないですし、うん、でもなんですか、フィジカル、足がめっちゃ速いとか、うん、背がすごい高いとかっていうプレイヤーじゃないので、うん、やっぱそうやって相手と駆け引きすることは考えたし、そういうのを学ん、いろんな指導者の方からとかも学んできてきました、今まで。そういうレベルだ、うん、たらたらガンガンいけばいいってわけじゃないんですよねえ、さわちゃん。イメージですけど、うん、こう頭賢い選手の方がこう長くやってるイメージあります。それはあるんじゃないの。やっぱそれはあるかもしれないですね。体力的な衰えとかも否めない部分はあるじゃないですか、うんうん、だけどこう頭の回転っていうのは多分ずっと使ってれば変わらないから、うん、なんかさすが、ちょっとそんな気がしました。そんな感じしたします。マリコちゃんが読み取った。いやいやさすがですよサッカー見てらっしゃる、うん、もうサッカーの戦術とか話したらもうまあさ、でもそうだろうね。だって今ね、男子だけ長谷部誠選手なんて、うんうんうん、あの年で、うんうん、ね、大して背高くない、走るの速くない、うんうん、だけどあそこまでいるっていうのはやっぱ頭いい感じするもんね。やっぱそこですよ、うん、やっぱマリコちゃんもこれから知的にならないと。知的になんかちょっと見た目もリケジョっぽく。リケジョっぽく。いや、あ、そんなリケジョを押されても、うん、すいません、あの挟まりでよかったです、リケジョは。全然リケジョないんで。あ、そうかそうか。ギャップがいいんだと思いますよ。こう、ね、明るい感じで実はって。そうだね。いいんですよ。今日ちょっと俺もへーっていうことがいっぱい増えてきた。うん、いや、学びましたね。ね。でも今ね、これからに向けてさ、どう。気持ちの方はもう試合出たいって感じじゃん。そうですね、走り回りたいじゃん、うん、半年待ったんでいいね、はい、ね、長い半年。今なんか、もなんかこう身近な目標とかなんか設定してやってんの。なんか、まあ、でもやっぱりその、うん、まあ、まずしっかり復帰すること、うん、やっぱ膝なんでその再発っていうか再受傷が多い怪我なんで、まあ、そこは本当に自分と向き合うっていうか、まあ、今までもそうだったんですけど、その自分と向き合う筋肉とか、うん、筋トレとかも含めて、うん、ってとこはやっぱ怠っちゃいけない中で、この今半年やったチームとどうやってゴール、どうやってこうそれに絡んでいくのかっていうのは考えて、まあ、ね、試合に出たいってなんですけど、まあ、焦らないで復帰できたらなと思ってます。そうだよね、なんか焦っちゃうとね、あれだろうし、うん、また悪化しちゃったらね、あれですもんね。そうですね、まあ、じっくりじっくりやってた、はい、うん、なんか験担ぎとかあるの、試合の時とか、それで今練習とかいろいろ自分の中で今までやってきたこととか。あ、でもまあ試合の
なんで試合に出てた時は、うん、このなんか試合の前完全にもうピーって笛が鳴る試合の前に2回ジャンプして地面触るっていうのはもう中学生ぐらいの時からずっとやってて、それはもうめっちゃもも上げるやつ。あ、そうです、もも上げ2回して、その後しゃがむみたいな、しゃがんで地面触る、はい、地面触って、これ験担ぎ、験担ぎです、もうルーティーン的な感じで、それやり終わった後グワッと入る、別に入んないです、入んないってそれがないと始まった感じがしない、始まらないんだ、無心でやってます、それは無心でポポーンとって、はいはい、朝ごはん食べるのと一緒じゃないですか、一緒ぐらいの感覚でもそういうのがあるってなんかいいね、うん、そうですね、まあ無意識だしね、うん、まあ、試合始まるぞっていう感じで、うん、今度試合見るときのなんか注目ポイントにもなりますね。なるね、やってるやってるって。だから試合出たときに注目するのはまずそのジャンプ2回して地面触るでしょ、はい、あとはまず最初のファーストコンタクトでディフェンダーに何をやるかでしょ、はい、あとはキックの質、ぜひね、はい、しっかり押さえてもらってて嬉しいです。もうポイントポイントもうこれは参加場ですよ、うん、もうそれ見るからお願いします。じゃあ俺も復帰戦もう絶対見に行くわ、しっかり出せるように。いやー、それを行きたいです私。俺はもう絶対応援しに行く、うん、ありがとうございます。ぜひ。だから前まるちゃんな、後ろ23とか、あ、前と後ろ、前と後ろで縫合する感じですか。すごい、やっぱりみんなすごいレアですね。それゴゴフと来てくれた人はやっぱもう応援しますよ。嬉しいね、ぜひ。え、後期開幕が何か3月の6日日曜日。いい、そうだね、そうですね、まあまあまだまだちょっと先ありますけれども、ありますけれども、でも意外とね早く来るんじゃないですか、ね、なんやかんや。そうだと思います。1ヶ月後ですもんね。もう1ヶ月か、まあじゃあ自分の調整があとどれぐらいになるかってことだ。そうですね、楽しみだね。楽しみです。いろいろあのこれからも報告、今どうするから、うんうんうん、今どうトレーニングしたって、はい、お願いします。復帰の前をちょっと教えて。はい、じゃあ取材にします。ぜひお願いします、ね、俺もそしたらみんなにさ、はい、あの復帰って出しましょうね。ぜひぜひ。いや今日本当ねこういうね忙しい中来てもらえてね、うん、あとねパスタもね、あ、パスタ好きなんでしょ。パスタ好きです。何が好きなんだっけ。ウニとイクラのやつ、一応食べたかったんですよ。ウニとイクラありますよ。あ、もう行きたいです。ねえ、はい、来てくれればがっつり。機会があったら。ね、もう勝利のなんかこう、はい、勝利飯。アルビジャカラーじゃないですか。ウニもイクラも。確かに。確かに。可愛い。目の付けどころさすが。さすが。じゃああのなんかリス探しとくわ。そこのリス持ってければ。ああのなんか海苔でリスとか。海苔でリス？それやばい難しいんだけど。海苔アートみたいな。海苔アート。はい。絶絶対できない。ウニでやろうかな。え、逆にすごい、逆にすごい、逆にすごいです。楽しみにしてますね。じゃあまあね、そういう形でぜひ今後も、はい、久保真理子選手を、はい、そして大宮アルティジャベンドスを応援していきたいと思います、はい、よろしくお願いします、はい、ということで本日のゲストは大宮アルティジャベンドスの久保真理子選手でした。ありがとうございました。ありがとうございます。ゴゴフトー、ゴゴフトあっという間、あっという間に、あっという間に終わった。この放送は親切丁寧業務用エアコン清掃アレオ様と川越富士見の上福岡3店舗ある醤油豚骨ラーメンのラーメン御用様のご協力のもとお送りいたしました。